い、皆さんこんにちは、バナリングルフィッチです。プロ野球スピリッツ2015の選手兼任コーチ高橋由伸でのプレースタープレイヤーモードですね。続きを始めていきたいと思います。今日はですね、ヤクルトとの3連戦を届けさせていただきたいと思います。早速始めていきましょう。相手の先発投手は杉浦ですね。ストレート149キロにスプリット、あとスライダー、カーブ、縦のスライダーも持ってますね。決め球は、まあ、スプリット、縦のスライダー、まあ、落ちるボール系ですね。さあ始めていきましょう。前回ですね、球のスピードを、1段階速くしてですね、コンピューターの強さを、まあ、お任せと。で、このお任せっていうのがどうも見ていくと、その時の自分の、まあ、成績というか強さというか、そういったものに応じて相手も強くなったり弱くなったりするというようなモードでやったんですけども、今まで散々打ちまくってたせいでですね、まあ、かなり強くなってしまって、コンピューターが、まあ、手も足も出ないという状況になってしまったので、コンピューターの強さは普通にしました。で、球のスピードは、まあ、1段階速いという状態にして、まあ、少しは、ね、バランスが取れるようになったのかなというふうに思うんですけども、この、相手の強さっていうのは今後、まあ、プレーをしながらですね、見極めていきたいと思いますので、もしね、今後さらに成績が良くなりすぎるようなことがあれば、ちょっと変えていくということをやっていきたいと思います。というわけで、まずはですね、2回の裏、高橋由伸の第1打席目ですね。高橋が打席に入ります。昨日のゲームはホームランを含むマルチ安打を記録しています。ジャイアンツ第9の杉浦、何を投げてくるか。攻撃です。まずはストレート、140キロ。チャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。やっぱりこの140キロ台のストレートが、厳しいコースに来ると打てないっていうのが1段階早く球をした感想ですね。インサイド落ちました。おお、これカーブかな、多分ピッチャーゴロですね。あとは今みたいにですね、速いストレートを見せられた後の、カーブとかだとタイミングがなかなか合わないから、いろいろちょっとやっぱり1段階球のスピードを上げるだけでだいぶ変わったなっていう印象があります。まあ、そして彼はどの方向にも強い打球を打てますから、甘く入ってきたら仕留めてくる。ああ、これは打ち上げた。この辺りはどうか。雄平が落下点に入りましたね。今のはストレートですね。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。真ん中に来たストレートだったんですけどね、ちょっと球威に押されてしまったようなバッティングになりました。試合の方はですね、ヤクルトが3点リードしてますね。バッターは4番高橋。ピッチャーは依然杉浦。ワンアウトランナー1塁。西さん、ここは追い上げたいですね。このチャンスはね、つなぎたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。ワンボールから第2球目。さあ、何投げてくる。中途半端なバッティングで閉鎖するような打球を避けたいですね。今のはストレートだったですね。うわ、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。ただここはいいバッターなんで、バッティングに期待ということかもしれませんね。なるほど、そうですか。打ちました、ツーレッツ。よし、セカンドライナー。当たりは良かったんだけどな。小宮山さん、セカンド山田がいいところにいましたね。まだ100球には達していませんが、どうでしょうか。もう一度突き回ってきますか。逆転している。ツーアウトランナー一塁、1点リードと場面が変わりましたね。ピッチャーが松岡健一です。ちょっと投手のデータを確認してくださいね。ストレート149キロ、スライダー、シュート、フォークにカーブか。なるほど、一応全方向に球種持ってますね。これはスライダーかな。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。フォークボールですね。ワンボール、ワンストライク、ツーアウトランナー一塁。ジャイアンツが逆転してます。由伸、ここはヒット1本欲しいところ。まあ、盗塁数は第3球目。計算に入れて走らないといけませんね。これはストレートですね。なるほど、そうですね。
打った一塁に、よし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 、これで3試合連続ランナー、ライト前ヒット、ツーアウトランナー二塁一塁、見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。ストレート、いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。お、ピンチの場面で守備機会、ツーアウトランナー二塁一塁、バッターは、そしてバッターボックスには大引きが入ります。得点圏は3割超えてます ね、 バッターですね。さあ一打同点という場面です。このピンチをしのげると大きいですから、気合を入れ直して投球してほしいですね。なるほど、そうですね。ライトに持っていった、おっとこれは落下点に入る、よし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 、同点は許しませんでした。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。守備をこなしましたね。ジャイアンツがさらに追加点を上げて4点リードと場面が変わりました。ここで畳みかけたいですね。まあ、次は勝負強いバッター、ワンアウトランナー三塁一塁、ピッチャーは中澤というところです。ストレート、シュート、スライダー、まあ、ストレート143キロですね。あと曲がる球、シュートとスライダー両方向持ってるんですね。あとサークルチェンジとカーブも持ってます。これだから落ちる球以外は全方位に球種を持ってますね。あとチェンジオペースにカットボールも持ってるっていうことで球種はかなり多い。まずはカーブから入ってきました。アンパイアの手が上がりました。2球目はカーブ、第2球はバッターの高橋、どうだ、ライトが追いかける、ぐんぐん入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これはもう何も言うことがない当たりでしたね。追加点が入りました。ジャイアンツ12点を、もしくはチェンジオブペースかもしれない。見事なホームランです。そうですね、かなり距離出たんじゃないですか、ね、距離、まあ、そうですね、もう少し慎重になると思います。リプレイみたい、そうですよね。まあ、ただバッターからすればここで攻めておきたいところです。当たりはもう完璧な当たりでした。あ、もう上段にまで運びました。打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。いや、一時はねかなりのリードを奪われましたけど、終わってみれば大逆転勝利というのがヤクルトとの第一戦でした。どうしようかな。今の試合とこの前の試合を見る限りだと、コンピューターの強さをちょっと強いにしてみますか。ちょっと試行錯誤しながらなんですけど、ちょっと一回強いにしてこの第2戦やってみたいと思います。で、相手の先発は小川ですね。ストレート150キロ、これは結構速いですね。あとカットボール、フォークにカーブにサークルチェンジ、緩急もつけて攻めてきそうですね。ツーシーム、スライダー、スプリット、ちょっと強いにした影響がどう出るかっていうのをこの1試合2試合で見極めて、コンピューターの強さを普通に戻すか、このまま強いにするかっていうのをね、ちょっとバランスを見ていきたいと思います。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズの8回戦です。さあ、まずは守備機会ですね。まずはジャイアンツのエース菅野が東京ドーム、小宮山さん、
やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。打った伸びていく、どうだ、入れば先制、入るな、入ったね。先制ホームランです。スワローズジャイアンツ先頭打者ホームラン、いきなり先制弾を浴びました。ジャイアンツ先制を許します。1対0。ボール球だったんですがうまく運ばれましたね。そうですね、ボール球だったんだ。ボール球よくあそこまで運べるな。当たりはそれほど良くなかったはずなんですがスタンドまで持っていかれました。確かにいい当たりじゃなかったんですけどよく伸びましたね。いきなりの先頭バッターホームランで先制点を奪われました。さあ、ジャイアンツ高橋由伸の2回の裏第1打席目ですね。この回は4番から始まります。バッターは高橋。昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、まずはサークルチェンジから入ってきました、まあ、早い回で追いつければねこの後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。第2球目サークルチェンジに続いて投げてくるのは、いや今のはよく見ましたね。2球続けてサークルチェンジですね。かなり際どいところに投げてくる。これが強いの先例なのか。インコース決めてきた。今度はカーブですね。変化球3球続けてきました。さあ4球目は何か。落ちる球、フォーク。やっぱりボール気味のね際どいコースを狙って投げてきてる印象はあります、ここまでのところ。ただまだ強いに変えて初めての打席なのでまだね判断するのは早いですけど、ファウルになります。これはスライダーだな。うわー最後ストレートズバッときた。ワンアウトです。最後の最後で速いストレート、ここまでずーっと変化球を見せられてて最後のストレートはちょっと打てないですね。打順は4番高橋、ヒットでランナーを1塁に置いています。1点ビハインドは変わらずワンアウトランナー1塁。第2打席目ですね、ランナー動きませんね。1球目はカットボールから。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、これは抜けるね。よし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 、センター前、これで4試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。ここからバッティングご覧いただきましょう。これストレートですね。ある程度今カットボールに続いてのストレートで速い球を意識してたんでなんとか振り遅れずにセンター前にね転がすことができましたね。バッターボックスは5番アンダーソン。連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあジャイアンツ同点のチャンスを迎えています。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。初球空振りです。アンダーソンも打率かなりいいからな。アンダーソン今シーズンの得点圏打率は3割飛んで7厘となっています。やはり得点圏打率も3割超えてますね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。あそうですか。非常にブレーキが効いたボールです。2ボール1ストライク。ここはゾーンを広げてもらっているでしょうね。なるほど、そうですか。3ボール1ストライクとなりましたね。アンダーソンやっぱり警戒されてるのかな。強さは強いにしてますからね、コンピューター。落ちるボール見逃します。フルカウント、ピッチャー逃げ切れるか。空振り三振だ。返すことができま
ませんでした。ボール気味の多分ストレートだと思いますね、今の。何としても同点に持ち込みたい場面でしたが、三振2アウトです。まあこういう時こそね、あの自分のバッティングというのを大事にしてほしいですよね。やはりピンチになると初球も集中になりますね。なるほど、そうですか。さっきの回の高橋由伸と同じような入り方してきました。低め決まってストライク。ここは序盤で追いついておきたいところですけどね。外高め決まってストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。タイムリーとはいきませんでした。チャンスの場面だったんですが、点を取ることはできませんでした。フォークボールですね。ヤクルトは初回先頭打者山田のホームラン1点、この1点のリードをひたすら守るという感じのゲームになってますね。2アウトになっています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツがエースの菅野、そしてスワローズが小川、以上両エースの投げ合いとなっています。いいピッチャーの投げ合いだな、本当に投手戦っていう感じですね。高め外れました。ボール先行です。ここまでカットボール、ストレートと高め低めと投げ分けてきている小川。第3球目は インコース見送ります。これはキレのあるストレート、141キロ。入れてきました。このストレートか。2ボール2ストライクです。初回の2回の裏の、打席では変化球主体だったんですけどね、ここに来てストレート主体に変わってるか。ファウル。いやー、失投が来たんだけどな。今フォークボールの失投かな。が変化球空振り、スリーアウトチェンジ。フォークボールにちょっとタイミングが合わずというところですね。さあ、試合の方は動いています。ヤクルトが3点追加し、ジャイアンツが1点返したという場面ですね。3点ビハインドの場面でピッチャースワローズはバーネットに変わっています。ストレート156キロ、あとは、まあ、あのカットボールですね、カーブ、あとシンカーも持ってますね。これストレートを意識しつつ、遅いカーブ、シンカーも頭に入れとかなきゃいけないですね。まずは変化球。カットボールも146キロ出ますか。バッターの高橋、今シーズン得点圏での打率は5割2分1厘となっています。さすが4番、このナックルカーブはかなり手元で急に落ちますね。期待しましょう。普通のカーブよりも綺麗、あの落ち方が鋭い。わあ、三振。前にボールを飛ばせません。三振で攻撃を終えました。いや、西さん、どうしても手が出てしまいますよね。まあスイングは良かったんです。いや、これは完敗ですな。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。海山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。はヤクルト巨人戦がフィーチャーされてますね。あ、ポレダが打たれたんだ。なるほどね。
さあヤクルトとの第3戦ですね。相手の先発投手は石川というところですけども、ちょっとアシスタントさんを使ってですね、疲れを取りましょう。ここが30回か、もう一声欲しいんだよな。鍼灸師さんにも依頼しちゃいましょう。さあ試合の方見ていきましょう。今日は石川ですね、まあ、ストレートは遅いですけど、やっぱあのスクリューですよね。あとカツオカーブ、まあ、いずれにしてもあの全方位に球種持ってますので、まあ、ちょっと遅いボールを待ちつつっていうような戦略になるかなと思います。で、今日は阿部が先発のマスクかぶってますね、3番阿部です。ジャイアンツの方の先発は宇都宮が先発。東京ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ。まずはジャイアンツの先発。さあ1回の表、ヤクルトの攻撃ですね。前回の試合では山田に先頭打者ホームランを浴びていましたけども、今日はどうかというところですね。投げやすい球場、投げにくい球場ってのはあったんですか？広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でしたから。そうですね、球場の広さ、富山さんは気になったようです。打った、伸びていく、どうだ、入れます。これはちょっと出遅れた。うわ、入ったか。2試合連続先頭打者ホームランか。しかも流してのこのホームランだからな。1対0、ボール球だったんですが、うまく運ばれましたね。これまたボール球打ったの山田。小宮山さん、すごいな。これなんだろう、球はピッチャーからしたら打ち取ったと思うような当たりだったんですけどね。いや、ストレートじゃないな、なんだろう。アウトカウントを取る間もなく先制点を奪われました。何の球だったんでしょう。右からだとちょっと分からなかったですか。さあ高橋由伸1回の裏、ワンアウトランナー1塁ですね。1点返してますので1対1になってます。さあ石川、第9球は初球はスライダーから入ってきました。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。ストレート130キロ、これくらいのストレートがね一番打ちやすいんですけどね。さっき対戦したバーネットみたいな150キロ超えるようなストレートはなかなかちょっと打てないですね。どうだ、ファウルになります。今のはなんだろう、新スクリューかな。打ちました。どうかな、これは入っただろう。よっしゃー、スリーランホームラン、ツーランホームランか、これも失投の多分ストレートですね。これがチーム2本目のホームラン。前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。ジャイアンツ勝ち越し、3対1。らしいホームランを見せてくれました。この回一気に逆転となりました。今のは失投にうまく反応できました。反応しましたよね。この序盤リードを取っています。この勢いで攻めていけるんでしょうか。だいぶ高く上がりましたね。こう見てもらった通り、ボールの下を、まあ、すくい上げたようなバッティングになったんで、もしかしたら入らないかなと思ったんですけど、まあ、やっぱり失投だった分ボールの伸びがかなりありましたね。さあジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。早いうちから差をつけておきたいですね。そうですよね、まあ、パワーのあるバッターなんで犠牲ぐらい狙いでもいいでしょうね。さあ3回の裏、ノーアウトランナー3塁1塁で、吉信第2打席目ですね。1球目はチェンジオブペースから入ってきました。
バッターボックスの高橋、今シーズンの得点圏打率は5割1分となっています。これもかなり際どいところですね。いや、随分と高いですね。ここもやってくれると思いますよ。あ、そうですか。ここは中間守備ですね。第3球はバックホームとセカンド、おっと、スライダー、ボール球でした、ね、なるほど。今のはバッターよく見ましたよね。危ない危ない。これでスリーボール。今のカツオカーブがストライクに入ってるのとボールでカウントされるのでだいぶ違いますからね。さあ5球目は何か。高め際どいところ見送りましたがストライクです。さあフルカウント。133キロですけど、さっきの93キロのカツオカーブ、40キロのスピードの差があるとちょっと打てないな。インサイド打ちました。これはどうだ。うわ、ゲッツーだ。2塁アウト、1塁転送アウト、ダブルプレー。ジャイアンツ1点追加します。打点はね、稼ぎましたけど最悪の形にはなりましたね。由伸第3打席目ですね。バッターボックスには6回の裏、ワンアウトランナーなし。ピッチャーは石川がそのまま投げてまいりました。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツが宇都宮、そしてスワローズが石川、この2人の投げ合いとなっています。さあ2球目は何か。低めシュート。石川の印象はやっぱりスクリューとシュートのイメージがあるんで、チェンジオフペースから毎回入っているんですけど、まあ、ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど。カツオカーブ、さあバッターは何を待っているか。カツオカーブの命名の、なんて言うんでしょう、元は何なんでしょうね。超スローカーブとかでもいいですもんね。89キロのカーブだと。ボールになります。そしてカットボールですね。低め、外角の低めにボール集めてきますね。石川コントロールがいいイメージもあるんで、あそこにボールを集めてきて内角高めとかにストレートが来ると打てないんだよな。130キロでも。痛烈、どうだ。わずかに右に切れました。ファールボール、ね、打った。あ、打ち上げたか。落ちないね。バレンティン、ファインプレイ、ファインプレイだな。西さん、今のプレーいかがですか。いや、バッターはね、運が悪かったですね。諦めるしかないでしょうね。バレンティンにしてはすごいいいプレーだよ。これファインプレーに阻まれました。残念でしたね。飛んだところが。お、ツーアウト満塁でバレンティンという場面ですか、これは。そしてバッターボックスにはバレンティンが入ります。怖いバッターが続きますね。さあピンチは続き、満塁という場面、まあ、ここでリードを守ることが重要になってきますから、踏ん張りどころ。打ち上げました。ここはフライになっています。村田が抑えるかな。掴んでスリーアウト、ね、追いつくことはできませんでした。ストレートかな。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあ、由伸、8回の裏です。前に飛ばしたかったんですけどね。ただ次が勝負どころ。竹下慎吾がピッチャーに変わっています。石川からスイッチしてますね。竹下慎吾、新しいピッチャーなんだな。ストレート150キロ。それスライダー、カーブ、チェンジアップ、まあ、これはもうストレート1本で待っていいかなっていうような持ち球ですかね。ストレートを1本で待ちたいと思います。何から入ってくるか。まずはボールから入りました。ストレート146キロですね。さて西さん、この高橋対左ピッチャーはどうなんでしょう。146キロのストレート、今みたいな形でストレートがね、キレキレでくるとちょっと打てないな。140キロ後半のストレートは。さあ3球目は何か。この球は見送ります。ここまで3球続けてストレート。次が4球目。これは見送っただけになりました。2ストライク追い込んでいます。カーブは厳しいところに来たな。
か。ランナー返す。ふう、まあ、ただ最後のバッターになるかというところで山田ですね、前回と今日、先頭打者ホームランを打っている山田、これはセンターフライかな。この打球はフライになっています。外野フライ掴んでアウト。松本が抑えてゲームセットです。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。ですね、今プレーしてみた感じですね。ここに試合コンピューターの強さについて、まあ、しばらくはこの強い球のスピードは1段階速くしてコンピューターの強さも1段階上げた、まあ、難易度の設定でしばらくはプレーの方をしていきたいと思います。はい、というわけで今回はヤクルトとの3連戦ですね、難易度をちょっといじりながらプレーをさせていただきました。次回はですね、タイガースとの3連戦、ドラゴンズとの3連戦というところで6連戦、なっていきますので、まあ、その模様をですね、まあ、次回以降お届けさせていただきたいと思います。というわけで今回はここまで。